はい、では次に、初心者でも弾けるフォークアルペジオ風ギターですね。アルペジオっていうのはコードをこうバラバラに、というね、弾き方ですが、うまくね、つなげて綺麗に聞こえるように作ってみましたので、まずは聴いてみてください。はい、という感じになりますね。またですね、そんなに難しくないコードを使ってですね、それでいて、こう美しい響きを得られるコードを選んでね、組み立ててみましたので、ぜひ弾いてみてください。まずはですね、この A サス2って書いてあるんですが、これはですね、A マイナーの人差し指がないだけですね。こんな押さえ方になります。はい。そして、右手はまず親指でベースの5弦の開放ですね。それと3弦の2フレットを中指と親指でこう挟みます。ですね。で、次に裏拍に、4弦の2フレット人差し指、そしたら次中指で2弦の開放、そして、次に1弦の開放薬指っていう順になります。これが最初のコードですね。はい、そしたら次は A のサス4、 A7 サス4、ごめんなさい、 A7 サス4の、13th というコードネームをつけてありますけども、まあ、この際コードネームのことはあまり、気にしなくていいです。ちゃんと分析するとこんな感じになるというだけで、押さえ方自体は、ね、この最初のコードから中指をこうね、4フレットに持っていって2弦の3フレットに人差し指を加える、そして、ね、こんな感じの美しい響きが出来上がります。で、右手に関しては親指でまずベースのこの5弦開放、そして2弦から薬指、中指、人差し指の順で、順番に弾いてください。そして次は D なんですが、この今押さえている人差し指と中指ありますね、3フレット4フレット、これに薬指を足すだけです。なのでこう弾いたら薬指を足す、これで次のコードですね。はい、これが D アド 11th ということになります。はい、5弦は親指、3弦中指、4弦人差し指、2弦薬指の順で弾いてください。そしたらこの薬指をそのままね、この5弦3フレットに移して、これが C っていうことになります。はい、この場合はね、忙しく変わるので C 押さえなくていいです。このベース音のどの音だけ押さえてください。薬指1本で、5弦の3フレットを押さえて、右手は5弦と3弦、3弦は中指で弾きます。こう弾いたら次はベース音をね、こう半音で落とすように中指1本でこの5弦の2フレットを押さえます。これはですね、G コードの一部ですね。G コードの一部として、弾いています。G コードのこの中指のとこですね。同じく中指でこの C の音から弾いて2弦を弾くだけです。で、他の弦はね、押さえなくていいですから。なので C と G はもう指一本でこういう風に弾くだけです。C、G っていうことにします。はい。そしたらまた A のサス2に戻りますね。はい。Am の人差し指なしですね。で、最初のとはちょっと右手のパターン変わりますね。この3小節目は親指で5弦、そして、3弦を中指、4弦を人差し指、1弦を薬指っていう順でダダダパというパターンになりますね。そしたらまた中指をこの4フレットにずらして、人差し指を加えて、人差し指をこの2弦3フレットに加えて、親指、薬指、中指、人差し指の順で弾きます。そしたら薬指を足すと D になるということでしたね。パターンも一緒で5弦、3弦、4弦、2弦です。そしたらこの薬指を5弦3フレットにずらして、次2フレットにずらして、最後 A のサス4で終わるという流れになります。もう一回言ってみますね。まず、中指と親指で3弦5弦です。そしたら4弦2弦1弦で中指をずらす。人差し指を加える。で、薬指から順にこう落としていきますね。ドンタッタンタン。そこに薬指を加える。で、5弦3弦4弦2弦でずらす。で、次中指にする。そしたらまた A のサス2を押さえてパターンが変わる。これが5341っていう順の弦ですね。そしたら中指をずらして、同じように2弦から薬指、中指、人差し指で薬指を足す、ね、これで C のこれ C の形まんまずれただけですからね。は
はい、簡単だと思います。そしてその薬指を5弦3フレットにずらして、次にフレットに行って、そして A のサス数で終わります。この最後はね、親指でテロローンと5弦からね、こういう風に弾いてもらってもいいですし、親指親指人差し指中指薬指って順でドロイーンっていう風にね、バラバラに弾いても OK です。こちらの方が音が立ちますよね。この場合はしっかり構えて、親人中薬指と順にね、親指で2弦弾いた2弦分を弾いたら、他の指は1本ずつ離していくようなニュアンスでドロイーンってやってください。はい。そうですね。全体をじゃあゆっくり流してみます。はい、という感じです。アルペジオのね、やっぱ注意ポイントっていうのはですね、リズムをしっかりキープすることですね。アルペジオになると急にこうリズムがなくなっちゃう人がいるんですね。リズムが狂ってるというよりもリズムがないみたいな感じの人が、結構いますので、しっかり1と2と3と4とストロークしてるかのようにリズムをしっかりとっていきます。1と2と3と4と1と2と3と4と1、はい、こんな感じでリズムをまず取ります。そしてベース音をしっかり伸ばすこと、これもアルペジオの特徴ですね。ね、こう先ほどね、こう先ほどというか他のパターンでやったように、こうベースを、ね、ミュートしたりしません。なるべくこうベースを伸ばします。そして他の音も伸ばしてね、なんせアルペジオっていうのは分散和音ということですから、バラバラに弾いて全体的にこう和音に最終的にならなきゃいけないので、音を伸ばすように心がけてください。で、人差し指をずらしますね。はい、こういうふうにね、ベースを伸ばしていきます。このベースを伸ばしている下にこうね、ハーモニーを重ねていくイメージ。ここなんかもう完全にベースの流れがドシラってきますので、こういうところはしっかり流れを意識して、で、またベースを伸ばしながら和音の部分をきれいに弾いていきます。はい、で、ここまでできたら次はこうどの音を強く弾くのかってね、最初のコードに4つの音がありますよね。1と2とまだあります。このうちのまず頭を強調して最後の1弦を強調するとかね、次のパターンはこの一番高い2弦3フレットの音を強調して、次の D はベースの後に少し流して軽く、全部軽く弾く。で、ベースで、最後ね、こう意味深に次につなげるように少し、強めに弾いた後この A につなぐとかね、でも同じフレーズをですね、優しく始まってだんだんこうねクレッシェンドしていくように弾いて、最後の音を強く弾いてとかね、ごめんなさい、指が違っちゃいました。だんだんクレッシェンドして弱くしていくんですが、最後の4だけ強く弾いて、次のベースをしっかり弾く。で、またベースをしっかり流す。で、一番高い音を強調するとかね、また高い音強調、これも流して、最後の高い音強調して、ずーっと一番高い音だけ強調、後半はね強調してみましたが、こんな風にですね、いろんなところでね、どこにアクセントをつけるかとか、全体の強弱をこう弱く入ろうかとか、だんだん盛り上げようかとかね、こういう強弱も考える。こんな感じでだんだんね、自分のこのアルペジオのイメージをちゃんと形にしていく、そんな流れでね、練習してもらえるといいと思います。はい、タブ譜を見てただその順番に綺麗に押さえて綺麗に弾くっていうだけじゃなくてね、リズムをしっかりとる、ベースはしっかり伸ばす、そういう意図をちゃんと持つ、そして、表現として、どの音を強調したら自分のイメージ通りになるかとか、どんなこう強弱、ダイナミクスって言いますけどもね、強弱で弾いたらいい雰囲気になるかとか、そういういろんな意識を持ってね、一つのパターンを弾くと、非常に実力も早くアップしていくと思いますので、このアルペジオを使ってね、そういうちょっと音楽的なところまでトレーニングしていただければと思います。それでは次行ってみましょう。